現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、
開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大水力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F-22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F-119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、
合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。来た来た来た、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。お手からテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、分かってはいたがそれアニメの話だよ。ちさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。外伝までしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルチルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラルゴルシコスの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮と言われる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程が 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空対仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。チルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、
損の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM6 などであれば終末時点で迎撃可能と言われているよ。やが SM6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方や攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだようで、日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。削薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電動性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である ONR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成。プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い想像型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。初めの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦のリレーに連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用化は現時点では困難だと米海軍が認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 
いよいよ日本とイギリスの日英同盟が本格化してきたみたいだな。日本とイギリスが共同で戦闘機開発に乗り出すって話だけど本当なの？うん、これは本当みたいだね。令和の日英同盟と言われていて、次世代の戦闘機開発を行うみたいだよ。アメリカの戦闘機を購入の話も出てたよね。イギリスとは結構関係性は友好で今までも共同で何か開発してたよな。そうだね。イギリスからの誘いがあったようで、もともと日本とイギリスは、戦闘機用のミサイル誘導装置の開発など、様々な分野で良い関係性を築いてきたんだ。そんな日本とイギリスなんだけど、2022年2月に両国政府関係者が協定を結んで、次期戦闘機向けの高性能センサーシステムを共同開発することを発表したんだ。センサーシステムの共同開発という軍事目的のものを日本が、アメリカ以外と共同開発することは第二次世界大戦以降、異例のことなんだよね。そこで今回は日本とイギリスの関係性と、その背景について詳しく見ていこう。それじゃあ行ってみよう。日本とイギリスが共同開発するのは、それぞれが開発している次世代型戦闘機用のセンサーシステムジャガーというものなんだよ。センサーシステムというのは、戦闘機が陸海空から出現する敵を発見したり、迅速に正確に標的を特定するために使用されるんだ。さらに敵の監視技術を無効にする能力を向上させるために、レーダー技術において最高レベルの技術を持つ日本と、次世代型戦闘機の開発のノウハウを持っているイギリスが、手を組んでレーダー開発を進めていく方針なんだ。なんかすごいものができそうな予感だよね。そうだな、これは期待できるよな。日本の技術力も大いに発揮できそうだもんな。防衛装備庁は多数の受信ビームを同時に形成することで、瞬時に広範囲を探索することができると今回の共同開発の意義を強調していて、完成を目指している航空機搭載用レーダーシステム技術は他国でも実用例がないもので、実用化できれば航空機の探索能力が飛躍的にアップすると期待されてるんだ。これが実用化できれば戦闘機開発で他国を一歩も二歩もリードできそうだな。このレーダーシステムが実用化されるのに何年くらいかかるんだろうね。そうだね。その件に関してはイギリスの国防省が今回のプロジェクトについて発表してるから見てみよう。イギリス国防省の発表によると、ジャガーシステムを設計、構築、評価までするのに、最低5年はかかるんじゃないかと発表しているよ。民間企業としてイタリア防衛産業大手のレオナルド社の、イギリス法人と日本企業が参加することを明らかにしているんだ。5年か、早いのか遅いのかよくわからんな。日本とイギリスでそれぞれ実証機が製造されて、両国の専門技術を高めるために、得られた成果や技術を共有しながら作業を進めていく方針なんだ。それを考えると、5年という歳月は妥当と考えられると思うよ。もう一月になる開発費のことなんだけど、これに関しては日本もイギリスもジャガー計画に、どれほどの予算を当てるかは明言していないんだ。日本に関してはこのプロジェクトに参加する企業名さえも明らかにしていない。このことが何を意味するのかはわからないんだけど、日本とイギリスではこのプロジェクトに対する捉え方が違うようだね。イギリスは国内の軍需産業にとって有益なことと明言しているのに対して、日本は高度な性能を有する次世代戦闘機を保有することができることをアピールしているんだ。そやな、日本はいわば普通の企業なわけじゃん。軍事専門の企業は存在しないだろ。他国は、軍事兵器専門の企業が存在するからな。そのことを考えても、プロジェクトに対する考え方は違うだろうな。プロジェクトに対する考え方はともかく、素晴らしいものを共同で開発してくれるなら問題ないよ。そうだね。それじゃあ今度は次世代戦闘機を取り巻く日本とイギリスの実情を見ていこう。日本は航空自衛隊が運用している、F2 戦闘機の後継機の開発を国産主導で行っていたよね。今回のジャガー計画で、開発に成功した次世代センサーシステムを、次世代機に搭載することを目指してるわけなんだけど、実際 F-22 戦闘機が2035年には実戦配備できるように目指してるそうなんだ。この F-2 戦闘機の後継機の開発は日本主導なんだろ？日本のどの企業が関わっているんだ？うん。2020年10月に開発主体のプライム企業として三菱重工業と契約したみたいだね。同社が全体を統括して共同でエンジン、機体、レーダーなどの開発を進める体制を構築したそうだ。やっぱり三菱重工業なんだね。開発の主体となるのは、やっぱり三菱重工業だけど、それに加えて IHI、川崎重工業、スバル、東芝、NEC、富士通、
三菱電機が新たに加わり、8社による共同開発で進めていくそうなんだ。日本が誇る名だたる企業ばかりだな。すごいものができそうで期待しかないぜ。さらに防衛省は、次世代戦闘機についてアメリカ空軍との相互運用性も考えていて、日本企業に加えて、ロッキード・マーティン社を、総合支援企業として選定したみたいだよ。アメリカが持つ最先端の戦闘機技術のノウハウを吸収しつつ、官民一体となって戦闘機を開発していこうというのが日本の方針のようだよ。イギリスでは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後続機として、テンペストの開発を進めていて、こちらも2035年頃の実戦配備を目指してるようなんだ。日本の後続機の実戦配備と同じスケジューリングであることから、今回の共同開発の話が持ち上がってきたのではないかと言われてるんだよ。アメリカのロッキード・マーティン社がついてくれれば怖いものなしだね。今回の次世代戦闘機の開発はジャガー計画だけじゃなくて、日本とイギリスで次世代戦闘機のエンジンも共同で開発するそうなんだ。2021年12月には、日本政府とイギリス政府が次期戦闘機エンジン実証機について、日本の IHI とロールスロイス社が共同で開発すると発表してるんだ。さらに防衛省は、2021年に41億円の予算を投じて、次期戦闘機用の高機能レーダー技術の開発を日本とイギリスで共同開発することも発表してるんだ。でもよ、基本戦闘機や兵器などに関してはアメリカとズブズブだっただろ。次世代戦闘機を開発する上で、イギリスとの共同開発についてはアメリカは何も言わないのか？うん、そうだね。防衛省はもともとアメリカとの相互運用性を重視しているんだよね。航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニングも、アメリカのロッキード・マーティン社製だったよね。今回イギリスとの共同開発を進めている戦闘機も、あくまでも F-2 戦闘機の後継機としての国産戦闘機でアメリカとの関係はこのまま継続することになるよ。護衛艦出雲加賀の軽空母化によって艦載する戦闘機は F-35 だし、アメリカとの関係もしっかりと維持しながら、イギリスとの共同開発も進めていくということなんだよね。そのこともあって、今回のプロジェクトの開発支援企業として、ロッキード・マーティン社を選定しているんだろうね。まあ、ここ最近のアメリカの動きを見ていると、アメリカの顔色ばかりを伺っているのもどうかと思うけどな。そうだよね。今回のウクライナの件でも、実際にアメリカは何も手出しできない状況だもんね。うん、確かにもし日本に中国やロシアが軍事侵攻してきた場合、アメリカが助けてくれる保証はどこにもない。そう考えると今回のアメリカ以外の国との共同開発というのは大きな意義を持つと思うんだよね。日本が独自の力で防衛力を高めていくしかないと思うんだよね。アメリカの顔色を伺ったり事情を気にすることなく、戦闘機を国内企業が開発するのが望ましくて、同時に最先端の技術やノウハウを持つ諸外国と共同開発していくことが望ましいと思う。その点で、日本はエンジンやミサイルの技術が欲しくて、イギリスはレーダーやセンサーの技術が欲しいということで、お互いに技術や費用面で乏しいところを補いつつ、高性能な次世代戦闘機を効率よく開発できるということなんだ。そうだね、いつまでもアメリカには頼ってられないよね。自国は自国で守れなきゃね。実際、今の日本はアメリカの後ろ盾がないと何もできないと思われてるからな。中国や北朝鮮、ロシアには舐められてるからな。共同開発とはいえアメリカに頼ることなく戦闘機を開発することが何かいいきっかけになるといいよな。うん。やはり自分たちの国は自分たちで守るが基本だと思う。そして日本には世界最高峰の技術力とそれを有する企業がある。開発力でも遅れは取らないはずだよ。世界最高峰の次世代戦闘機が完成することを楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日の雑学行ってみよう。待ってました。今日は何を教えてくれるんだ？今日はウインナーとソーセージの違いについて話そうか。ウインナーとソーセージは何が違うと思う？みんなその違いがわからずに食べているんじゃない？じゃあ早速その違いについて触れていくよ。まずウインナーについて調べてみると、実はウインナーソーセージの略であり、ソーセージの一種であることがわかったよ。一口にソーセージと言っても、魚肉ソーセージなどもあるし、いろいろな種類があるよね。そう考えるとウインナーがソーセージの一種であることは納得できる。それじゃあ、ソーセージとは何なの？ソーセージは、肉をひき肉にして味付けなどをした上で腸などに詰めたものの総称なんだ。ひき肉を腸に詰めたものを見た時には、とりあえずソーセージと言って間違いないということだね。いろいろなソーセージがあると言ったけど、
具体的にはどのように呼び方を分けているんだろうね。以前は、何の動物の腸に詰めるかによって呼び方が異なってたみたいなんだ。しかし、昨今では人工の皮ケーシングに詰められていることが多いため、この呼び分けではなくなったんだ。最近では、この人工の皮ケーシングの太さによって呼び方を変えているそうなんだ。昔は羊の腸にひき肉を詰めたものをウインナーソーセージ、豚の腸にひき肉を詰めたものをフランクフルトソーセージ、牛の腸にひき肉を詰めたものをボロニアソーセージと呼んでいたんだ。ということでウインナーとソーセージに違いはなく、ウインナーはウインナーソーセージの略で、ソーセージの一種のことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。日本が世界に誇る海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった。出雲型については、知らない人はいないよね。簡単に言うと銃が型を元に大型化されたヘリコプター搭載護衛艦だな。いろんな創作物にも登場しているよね。ちなみに映画のシンゴジラにも出たみたいだよ。お前は本当にアニメや漫画とか映画とか、好きだよな。物語って自分が知らないことをわかりやすく知れるからね。ノンフィクションだけじゃどうしても飽きちゃうから。話を戻すと、出雲型はストーブル機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められて、これに対して中国メディアのワンイーと香港メディアのフェニックステレビが主張を繰り広げていたみたい。今回はそんな出雲型について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。半年以上前の2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了した出雲において、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上で米海兵隊の岩国基地所属の F-35B が、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての新しい第一歩を踏み出したよ。海上自衛隊護衛艦の出雲と香川、この先2026年頃を目標に、空母として運用するための改修をすべて終わらせる予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に編成して、両艦の艦載機とする手はずを順調に進めているところだね。中国メディアのワンイーは出雲での F-35B 発着艦試験を報じた上で、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦は戦後初めての出来事であるとして、出雲がヘリコプター護衛艦として運用されていたベールを脱ぎ捨てて、いよいよ軽空母としての本性を表したと記事で主張したみたい。それだけに止まらず出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンと比較してわずか1万9500トンしかないにもかかわらず、中国の J10 や J15 を圧倒する性能を持っていることから、出雲の戦闘力は遼寧よりも高く、強い空母となることが予想されるため警戒する必要があると論じているぜ。どこかの国みたいに頭ごなしに日本より自分の方が上にだって言ってるよりマシだね。物事を客観的に見えているし、警戒できるだけ厄介とも取れるよな。ステルス性能において F-35B の方が中国軍の J15 より優れているだけでなく、レーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANAPG81 に関しても、J15 が F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと困難であることと比較して、F-35B は J15 を 200km 離れた地点から探知捕捉できるとして、能力に雲泥の差があると報じているようだね。そう報じられた後、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J20 くらいしかないが、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めており、現段階において中国海軍は日本の軽空母を決して甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘しているらしいよ。香港メディアのフェニックステレビでも同様に10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験についての記事を掲載しており、その中で日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することよって海上戦闘能力を大きく向上させ、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになるという分析を報じたんだ。また日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を関連づけて中国を常に仮想敵国として意識し、軍事的に対抗するために多額の防衛予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強して攻撃的になっていると非難し、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張していたよ。軽空母改修後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することができるようになり、日本がアメリカから調達予定の F-35B が42機であることから、これらの F-35B がフルで空母艦載機として運用されることに違いないだろうと思われるね。出雲と加賀の改修完了後、空
空母運用が実現化に向けて進め、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降を予定しており、その前に中国海軍は3隻目の空母を就役させて最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになっており、日本が2隻を運用したとしても明らかな量で中国海軍が上回ることになり、人海戦術のように圧倒されてしまうことは危惧しなければならないことだよ。内実は中国メディアである香港メディアのフェニックステレビの記事は、日本の海事、空自の戦力強化はすでに自衛の枠を超えており、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性もあると言っており、中国軍は日本の軍国主義復活を一部で警戒しているよ。そりゃあ脅威が間近にあれば備えるよ。でも別に日本は中国と違って領海侵犯なんてしないもんね。この二つの記事から、中国メディアの1位は出雲香川中国空母にとって脅威となるとし、香港メディアのフェニックステレビは二つの護衛艦は恐れるに足らず、中国空母の敵ではないとして無楽の主張をしているようにも見えるが、結局のところ出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることに変わりはないってわけ。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J20 に関して、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機と位置づけられているけど、実態は米空軍が1983年から2008年まで運用していた、世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同等のスペックであり、レーダー反射弾面積において F-35B と比較してもはるかに劣っているんだ。仮に尖閣諸島問題が悪化して海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとしたら、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J20 戦闘機130機と対抗するなんて N 字にするようなもので、有事の際には米海軍の空母打撃軍の支援を受けないと惜敗するのが目に見えているぜ。現時点で海上自衛隊において新空母建造計画はなく、出雲型と同じ日向型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もないが、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態を想定しておくことが最も重要であるんだよね。米軍のサポートは受けられないって割り切って準備した方が良さそうだね。中国が建造を急いで進めている3隻目の空母003型が就役して空母3隻体制になってしまって、130機の艦載機に対抗するためにも南西諸島に日本版空母キラーとして、君臨する陸上自衛隊の長射程地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると示唆するよ。はっきり言って空母の建造計画は一朝一夕でできることではないし、陸上自衛隊のミサイル部隊を展開させる方が容易であり、防衛省は 1500km の長射程を持つ12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備を加速して進めるべきなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学の時間だよ。それじゃあ行ってみよう。今日は缶詰について話してみようか。みかん缶があるのにバナナ缶やイチゴ缶とかはないよね。缶詰は長期保存のために作られたものであり、缶詰が発明されたばかりの頃は、味はそこまで美味しいものではなかったみたいだよ。今では様々な種類の缶詰が発売されるようになり、少し高めの高級感のある缶詰も発売されるようになって、味のクオリティもかなり向上したんだ。フルーツの缶詰からお菓子の材料に使うペースト、あるいは夜ご飯の一品となるようなものまで、いろいろな缶詰があるよね。そんな中でもフルーツの缶詰は食べる機会が多いものだと思うけど、よく売り場で見かけるのはパイナップルや桃、オレンジなどが多く、バナナやイチゴやメロンなどの缶詰はあまり見かけないよね。同じフルーツなのになぜ缶詰が発売されているものと発売されていないものがあるのか理由を説明するね。それじゃあ早速バナナやイチゴやメロンの缶詰がない理由について説明していくね。実はこれらの缶詰を見かけない理由には、缶詰の製造工程に関係があるんだ。缶詰は長期間の保存を目的として製造されるもののため、加熱処理をして殺菌をする必要があるんだ。この加熱処理をする際に、酸味が強いフルーツは低温短時間で殺菌をすることができるため、長期間の保存に向いている、酸味の強いパイナップルは、缶詰でなくてもそのまま焼いて食べたり、酢豚に入れて加熱して食べたりするよね。一方、酸味が弱いフルーツについては高温で長めに加熱処理をする必要があるんだ。しかし、バナナやメロンは高温で加熱してしまうと著しく見た目が変化したり、味が変わってしまうことから、
缶詰にする際の加熱処理には向いていないんだよ。イチゴに関しては酸味があるものの、長く加熱してしまうと色が変化してしまい、柔らかくジャムのようになってしまうんだ。それなら、イチゴジャムで十分ってなっちゃうよね。バナナやイチゴなどの果物は今や輸入なども含めて一年中食べられるということもあって、あまり缶詰の需要がなく、わざわざ缶詰にして食べる必要がないってのもあるよね。日本では見かけないフルーツの缶詰も、実は海外では売られているのもあるんだ。あくまで味覚の上で缶詰にするのには向かないけれども、製法上缶詰にすることはできるからね。例えば、中国ではイチゴの缶詰の販売がされていて、さっき言った通り少し柔らかめのイチゴジャムのような味わいみたいなんだ。タイでバナナの缶詰が販売されていて、これはバナナの果肉の色が生とは違い、味や食感も生鮮バナナのイメージとは全然違うそうなんだ。特に珍しいのはスイカの缶詰があるんだ。スイカを缶詰にするという発想が日本人にとってはかなり意外に感じるけど、スイカのみずみずしさは失われてしまうため、生のスイカとは全然違うものになっているみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は大鯨型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦大鯨型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。大鯨型潜水艦のネームシップはやはり大鯨で、旧帝国海軍の潜水母艦大鯨後に空母UFOという名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦人鯨花鳥鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目をつけるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦隊鯨はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は大鯨型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。大鯨型潜水艦は、前型の双流型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双流型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。火事としては、双流型にも使われている X 火事を使用しているね。この X 火事は潜水艦の火事としては長所が多く、
水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが太平型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、そういう型11番艦を言うと12番艦等いうに採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。といっても双流型はもともとディーゼルエンジンと非対機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、東流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その天体芸型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。太平型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の双流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、太平型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。うんうん。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。太平型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら太平型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ1000級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我もと大もてになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。うんうん。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。そうなの?なら発酵してないんだね。それがね、
全く発光させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。ふーん、なんかお茶によっていろいろな方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶。何言ってんだよ。日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、人に意識地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか？という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、人に意識地対艦誘導弾について見ていこうか。人に意識地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に人に意識地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。
金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね。日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて動いていて、現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの1-2式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民一人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは一人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも一人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。
今回紹介した12式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその真逆で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ能量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。